んで、さあいよいよ皆様お待ちかね、ついにあの番組の本戦が開幕するくば。視聴者の皆さんもご記憶に新しいでしょう。先生の優勝で幕を閉じたあの白熱の予選、あの感動、あの衝撃が今宵再び繰り広げられようとしています。司会は前回から引き続き私ジャスミー熊沢でございます。では早速参りましょう。気力能力熊の気分、優勝を目指して突き進め、帰ってきたぞ真夜中横断ミラクルクイズ。視聴者っつうか俺らの記憶に新しい光景が繰り広げられてんな。これま、クマくんに呼び出された時からこんな予感してたけどね。てか本戦っていうくせに前とメンバー変わってないじゃん。おお、稲橋からお越しのちえちゃん、ナイス観察眼よ。やはり予選で鍛えられたクイズパワーのおかげでしょうか。一目瞭然だっつーの。つーか、なんでまた俺らなんだよ。カンジとかナオトとか他のやつだ、呼べばいいだろ。チッチッチッ、クマだって本当はリセちゃんやナオちゃんを呼びたかったクマよ。でも正式にオファーしたらあっさり断られましたです。はい、正式にオファー、それってカンジ君たちにはクイズ番組のことを説明したってこと？そうクマよ、丁重にお断りを食らったクマ。なんじゃそりゃ。てかおかしいだろ、なんで俺らには一切説明なしなんだよ。もう陽介は本当に察しが悪いクマね。これで陽介たちが来なかったら出場者がいなくなっちゃうでしょう。そしたらプロデューサー兼総合司会のクマは困っちゃうでしょう。知らねっつの。もうユキコもなんとか言ってやってよ。今度は負けない。天城さん、また乗り気っすか。おほーい、さすがユキちゃん、分かっていらっしゃるクマ。さあさあ他のみんなはどうね。いよいよ巻き入ってるクマよ。だから AD はいねっつの。てかどんだけクイズ好きなんだよ。前回もやったろうが。またそんなこと言って、陽介だって楽しんでたでしょ。あの日の感動を忘れたとは言わせないクマよ。取り戻せ情熱、振り返るな青春。感動してねえよ、意味わかんねえし。まあそりゃちょっと盛り上がっちまったけど、しゃあね、付き合ってやっか。ったくこれで最後にしろよ。ま、クマくんがへそ曲げるよりいいか。よっしゃ、一丁やってるぞ。むふふ、パネラーの準備が整ったようですな。では真夜中横断ミラクルクイズ本戦スタートです。